函館新幹線総合車両所とは、北海道亀田郡七重町及び、北都市に所在する北海道旅客鉄道の車両基地である。北海道新幹線の車両の配置、管理のほか、日常的な検査である仕業検査から大規模な検査と、修繕である全般検査までを行う総合車両基地であり、線路や電気設備の保守を行う保守基地を併設している。 事業費は370億円超で、敷地面積は併設される、保守基地を含めて約35ヘクタールである。このほか基地内には北海道新幹線内の運転と車掌業務を担当する函館新幹線運輸所と関連のグループ会社がある。認可時の車両基地本体の名称は函館総合車両基地であった。 新青森駅起点 146.820km の地点に、新函館北斗駅から南側へ向かう新幹線と、南東へ向かう函館本線に挟まれる形で、設置され、新青森方面へ 500m ほどの地点で、本線から入り出く用の回送線が分岐している。主な建物として、林、おさむ、天作湖、全般検査湖、台車研修場、車体研修場、 車体と創上、仕業交番検査庫、保守用車庫などが建設され、これらの外装は函館の赤レンガ倉庫をイメージしたものが採用されている。線路設備としては、車両基地の南側に着発収容線が4000分が確保され、2030年度末の新函館北斗駅札幌駅までの延伸開業時には12000分まで拡大する予定である。 このほか、仕業交番検査庫に4線、全般検査庫、台車研修庫に2線、0 0臨無線、転作線、保守用車両の引き上線、機械線、ロングレール運搬重流置線を備え、札幌延伸開業時の際には、総合試験車用の総合試験車線が設置される予定である。資業交番検査庫については、交検1.2番線と資業線のほかに、 一番北寄りの一線は、融雪装置付きの融雪線としている。なお、地形の関係から、それぞれの線路を直列に並べることができず、点線を行う際には一旦引き上線に移動して、進行方向を変える必要がある。箱橋、全新の新幹線準備運輸車両所時代から、使用している。2021年4月1日現在の所属車両は、以下の通り。 H5K, ありがとうございます。